いつよる神社は、島根県松江市東出雲町伊やに鎮座する神社である。大六社の一つ。旧社格は豪社、後に賢社となる。危機神話に登場するよもつ平坂の否定地の近くに、ある。また隣接する安木市の日和山には、関連下未跡として、古事記に記されたいざなみ人のご神領がある。日本初期、西明天皇五年の城に、また、犬。 死人の守秘を、琴や社に髪をけけり、とある、琴や社、出雲国風土記王軍の城の在人議官社、犬の夜社、縁起式神明庁の出雲国王軍の、伊ー神社に否定される。神海は、日本三大実録によれば、上岸9年に、十五以上、上岸13年に、生五一下に少女されたとある。神社に所蔵された文書によれば南北朝時代には、 伊谷大社と称し、戦国時代から伊谷大名人と称していた。平安時代末から南北朝時代まで召喚として派遣されていた大谷氏が別家と呼ばれた神職に付き当社を支配した。室町時代以降は出雲国造の命を受けて新婚神社の神職の秋城氏が官主を兼任していた。江戸時代には井上氏が別家となり、現在に至っている。 現在でも造営にあたり、出雲国造化から砲兵を受ける。など、危機神話の神海や大国主の神話に登場する、読泉の国、もしくは根の国との境である四津平坂の否定地が、当社の東方の岩町平かにあり、石碑が建てられている。高線の世界に通じる高線津平坂島根県、島根スクナンバー81、ありがとうございます。